はい、こんにちは、ブルーブルーテスターの永井雄大です。ということで、まあメバルのハイシーズンってこともあって、ちょっと何やらミッションを預かってきていると伺ってますが、いただきます。はいはい、ということで春メバルミッションということで、6つのお題を預かってます。ミッション1が、はい、メバル以外の魚を釣る。まあ、この時期で言うと、まあアジとかカサゴとかムラソイとかそのあたり。はい。2番、25センチアップのメバルを釣る。まあハイシーズンなら楽勝でしょうって言われてるようなものですね。結構でかいですけどね、25センチって。はい。3つ目。赤、黒、白メバルのコンプリート。三種コンプってなかなか、まあ、前回のロケでやりましたけど、あれ狙ってするのって結構難しいですよね。で4つ目、明るい時間に魚を釣る。まあ、デイゲームで魚を何かライトゲームで釣れっていうことですかね。5つ目、おっと80ミリ以上のルアーで釣る。まあ、普段メバルで使ってるのがプラグが、まあ50ミリとか60ミリ、スネコン50とか、まあ新しいプロットでいうとアービン、ブローウィン、もう60ミリサイズぐらいまでなので、メバルプラグとしてはかなりでかい、それで釣れっていうことですね。はい。でラスト6つ目がなんと尺メバルを釣る。はい。まだロケで尺メバルは出せてないので、かなり厳しい感じですね。ハードルの高いミッションを与えられましたよ。で、これらのミッションをクリアした個数分、視聴者に豪華景品が当たるっていう企画になっているみたいです。で、制限時間が2日後のナイトゲームまでっていうことで、まあ課題が結構ある中、どこからいけるかちょっと考えながら、まあなかなか厳しい戦いになるんじゃないかと思いますけど、今回も頑張っていきたいと思います。それではよろしくお願いします。ということで、ちょっと今日はまあ外海は爆荒れで波3メーター近くあるんで、そのうねりが弱く入ってくるぐらいのエリアにとりあえず入ってきました。とりあえず投げましょうか。先発スネコン 50S のイブランリバース。はい。なんかこれといって綺麗にヨレができたりっていうわけじゃないので、とりあえずブレイクのを横から打てるとこまで来て、ブレイクを横向きに撫でる感じに入れてみます。まあ、今3月半ばなんですけど、まあメバルも産卵終わって回復に向けてもう元気に餌食ってるやつがもう結構出てきたんで、横の流れがもうちょっとぶっ飛んでくれてたりしたら、その小魚系のベイトについてるやつが出しやすいのが結構この時期のあるあるなんですけど、横の流れが飛びそうなエリアがちょうどうねりが高すぎてでかすぎて入れなくて、でこっち来てみたら来てみたであんまり横の流れ効いてないので、そんなベイトが固まってる感じがしないんですよね。モバについてるようなベイトを意識して、波の上下動プラス若干うねりのおかげで沖から水が入ってきてるかなって感じなんで、その流れが藻とかブレイクに当たるところを重点的にやっていきます。あまりに反応薄いんで、ちょっと常夜灯の方に行ってみましょう。レッツゴー。はい、移動してきました。
ちょっと常夜灯が効いてるとこですね。まあ撮影ライトの影響をなるべく減らそうっていうのと、もうすぐ月も、あ、月隠れたかな、雲が若干出てきて月が隠れたんで、もうしばらくなんとかできそうなんで、ちょっとやっていきましょう。足元藻が点在してて、まあ車道ですね、もう地合いになって車道に刺してくるやつを打つ感じで、とりあえず元の間をスリットを詰め込んで入れていきます。足元から丁寧に、いやーレンジ入れないとダメそうな気がするな。メバルだよ多分、でかいんじゃないの、よし、えいえい、腹ポッテポテだね。25あるかなこれ、どうだろう、ギリギリなラインだな。よっ、どうだどうだ足りない、はい、 24.5 です。残念ながら、いやでもよかった。まあ地合いなんで月出るまでもうちょっと打ちましょう。次、はい、本当に足元の壁のとこやったな。壁いくつか選んで乱眼しようかな。多分そういう白っぽじって僕ら言ってるんですけど、水が当たってくる縦の面、テトラとかこういうモバとかそういうとこが春特に暑いんで、そういう潮当たりがいいとこなんですよね。藻が生えやすいのも、やっぱメバルが入ってきやすいのも。波がよく当たってて、でかいよ、よいしょ、なんだ君は、お、メバルじゃないか、よし、同じようなサイズ感、はい、よし、どうだろう、ちょっとでかいねさっきより、やったー、白連発よ、しかも結構いいサイズ、あるね、いったでしょう。25アップクリアで、まだ一つ、やっぱり若干水塩気があるのかな。赤目は釣れるかなと思ってきたんですけど、ちょっと赤狙ってみます。3種コンプも早めに終わらせときたい。モダマ付近でって言って、なんか白メバル狙い始めちゃったけど、赤が釣りたいのよ、赤が。または黒、でも黒だな今日、ちょっとヨレがあまりにはっきりしなさすぎて、狙うってなったら相当苦痛だな、これ潮付きっていうだけあって、あ、当たった、潮の流れの方をよく見てる魚なんで、流れがはっきりしないと本当に口使わせるのが難しいですね。
と地合いも落ち着いちゃったんで、月もだいぶ明るいんで、これで一旦上がって朝まずみに備えてちょっと作戦会議をしていきましょう。まあとりあえず25アップ1本ミッションは達成できたんで、ちょっと次の作戦どうするかなって感じですね。じゃあ一旦上がります。はい、2日目です。まだミッション1個しか達成できてないんで、朝まずめはやるって言ってなかった。朝まずめちょっとねやろうと思ってたんですけどね、起きたら6時、もう日の出ポイントを選ぶ間もなく終了しちゃいましたね。あーやらかしいっすよ、ちゃんとやらないと。はい、ちょっと移動してきて、2日目はまあテトラ絡みのところからスタートで、ここ結構アジが入ってくることあるんで、まずは表層トゥイッチで編み込んで、いるかな。いやきつい気がするな。とりあえずめっちゃ潮目遠いんで、一旦アービンの 60S プロとめっちゃ飛距離出るんで、潮目の上直撃でやってみようかなと。どこまで入ってきてるかな、多分届いた。40何メーター先だと思われ、もしかしたらメバルが来ちゃうかも、全然わかんないですね。この状況どうだろう、どっから、左側の水がどこから来てるかが若干わかんないんですよね。うねりが右からしっかり入ってるんですけど、あーバレた、メバル、メバルだよ。そう、一応このエリアに来たのはもう25アップは達成しちゃったんで、そっから上のもう最終課題ですよね。尺を釣れってなってるんで、それをね、尺オーバーを釣りに来たっていうのと、あとはメバル以外の魚。取るよ、しっかり。ドラグセッティング全く見てなかったよ。大丈夫かな。もうでかい白がかかるかもしれないってなったら、ドラグ結構ガチガチに締めますね。ライン強度限界ぐらいでファイトしないと、そもそもすられて切られちゃうんで。いやーナイトゲーム突入しちゃいましたよ。マズメは特に何もなしで、まあここからこの撮影ライトの影響もあり、潮がちょうど変わるタイミングが今なので、ちょっと満潮からの下げ始めですね。まあどうなるかやってみないといけないですね。やってみないと何も分かんないんで。でもう尺以上に照準を思いっきり合わせて、ブローミン80で出てくれ、頼む。ポイントとタイミング的にはマイクロベイトがいてほしい流れの状態。マイクロベイトでメバルで、まあ、80サイズってでかいんじゃないのって結構思われるかもしれないですけど、僕も最初そう思ってたんですけど、そんなに
意外と大丈夫っていうことが多いです。結構むしろ流れに対する動く速度、水の中どんだけ切って動いてるかの方が大事な気がします。速度感。まあそれだけじゃないんで、プラスシルエットとかいろいろありますけど、よっ、いやーどうしようか、いいね、流れ変わるの待ってみるか。あと2頭ぐらいしよう。いやー悩ましいなー、下げ水になってどうなるかな。くったよ、何来た、何これ、あなたは何ですか。あ、やべ、よいしょ、ういちょっと待って、でかっ、やったよしかもアービンよ、余裕の尺味よ。やっぱね、夕方に言ってた感覚は間違ってなかった。めっちゃ味入りそうな海してるって言って、33ぐらいかな、いい味。はい、まさかの尺味ってことでミッション一つクリアしちゃいました。イエーイ、よし、これで残りあと4つですね、ミッションが。まあそっちに避ける時間がまた伸びたっていうことで、残りのミッションでできそうなものはといえば80ミリ以上のルアーと、あと尺メバルってあるんですけど、まあそれぐらいかなって思ってて、いっそのこと同時にかな、うん、同時にやるしかないだな。富山、まあ富山に来て今来てるんですけど、富山のメバリングといったらこの時期特にホタルイカパターンが有名で、まあ、南西多分ホタルイカとかでっかいものを見慣れてるメバルなんで、でかいものを食い慣れてるんじゃないかなって思うんですよね。で使うプラグも結構みんなでっかいの使ってるんですよね。あ、違った、普通にメバル相手に70ミリ90ミリ新編結構使ってる方いるんで、ちなみに僕も去年同じエリアで、この辺のエリアでブロミー80でブルーバック1本それなりにでかいやつ取っとるんですよね。テンションかけて表層をゆらゆらさせるだけぐらいの感じで、とりあえず最初は流す。テンション一定っていうのが一番大事ですね。どこにいるかな、でもやっぱり左だろうな、水的には。メバルちゃん、
移動してきました。まあミッション一つ尺アジで、まあ他の魚種を釣るっていうのを達成できたんで、もう一個だけ今夜中にやりたいなっていうので、とりあえず赤メバル釣りたくて、赤メバルが入りやすいであろうエリアにやってきました。まあ模擬輪の攻防になると思うんで、さらに地合いもちょっと外れてるんで、模擬輪テロテロ引っ掛けながらすね込んでやってみますね。いやーでも潮もそんなにいい向きじゃないし、難しくはなるだろうな。最初はもう表層から巻きで入っちゃって大丈夫です。なんか白いそうだな、白に変わっちゃってたら結構辛いことが、辛いものがあるぞ。うん、流れないっぽい、うねうねしてるだけ。もうちょっと水の入れ替わりがあってもいいけどな。ない、何かが釣れた。お、え、待って、もしや君は待って、黒だ黒だ、やった黒だまさかのモダマから出てきてくれたいやーほんとサイズも可愛い。このサイズでもしっかり背中は王子でブルーって感じの、しかもプロポーションもかっこいい子ですね、この子。ではでは、ありがとうね。ほい、よし、赤、そうだ、もう赤釣ったらコンプリートだ、3周。よし、続けてすね込んで、すね込んはゆるゆるぬるぬる動かした方がいいです。レンジを落とす時もキビキビじゃなくぬるっぬるっと。食ったー、この子は白か、よいしょ、ういいいサイズ、白ですね。でもえいやー、 A サイズめっちゃ A サイズ。いやー、いい魚だけど今は違う。ちょっと赤の最終の望みポイント、もう月も出てきたんで、ラスト望みをかけてスネコン。フックセッティングはこれノーマルです。ちょっと沈めて使うようにと思って、ノーマルのセッティングの方が姿勢が沈めても安定してるんで、ちょっとレンジ入れようってなるときはこっちの方が便利ですね。いやー出ないかな、ラスイッチ。これでダメならちょっと撤収します？
あまりにここ2日間気温差がすごすぎて体調崩しそうなんで、一旦ちょっと戻って作戦会議やって最終日をどうするかちょっと全然水しおってたりするわけじゃないんだろうけど、全然悪くはない。なんでだろう。そこね、もうそこ出るはずなんだけどね今日はご不在で、まあ塩も甘いんだろうな。はい、ということで一旦戻ります。はい、最終の朝まずめやってまいりました。明るい時間プラス赤目バルっていうセットをやりたいですね。一気に2つクリアできるんで、とりあえずアミコンいいカラーでセンターにシャートのやつやっていきます。触った、よしよしよし、何これ、君は、おおおおおお、来た、やったー、赤目バー、しかもいいサイズ、赤目バーにしては。メバル3種プラス明るい時間クリア、しかも明るい時間メバルで締められたっていう、いやーよかった。ちょっと夜中2晩連続赤に振られて、まあ、会えないかと思った。はい、ちょっと移動してきまして、まあ時間的にもおそらくラストのポイントになります。まあ、ちょっと周りに人がいるので赤灯でちょっと配慮とやらせていただきますと、まあ、広いポイントなんで、あと若干飛距離が必要なんで、アービンの60でやっていきたいと思います。本当に残すはあと、まあ、80ミリ以上っていうのと尺目バル、80ミリ以上をちょっと一旦後回しにして尺目バがいないかなってところでやってみたいと思います。
きます。ざっくり言うと、もうサーフにしもりが点々と少し絡んでる感じの場所です。もう数日の雨でちょっと水潮がかかっちゃってるんですけど、その中でも食いに来てくれるのは大体強い子だろうって思って、出ればでかいんじゃないかなと思いますよ。はい、お疲れ様でした。タイムアップとなりました。いやー、ハルメバルミッション2023ということで6つ中4個達成で、まあ80ミリ以上のミノーとかフラグルアでしたっけ、まあちょっと厳しかったのと、シャクメバルは残念ながら出せなかったですけど、だいぶ検討した方なんじゃないかな、ないかなと思います。はい、というわけで4つ達成ということで4名様にブルーブルーの公式グッズプレゼントさせていただきます。応募方法の詳細は、ブルーブルーの公式ツイッターの方でまた告知があると思いますので、そちらをご覧ください。では今回はお疲れ様でした。次回またお会いしましょう。ありがとうございました。